皆さんこんにちは。大家好。今日は中国語の自由と才について一緒に勉強しましょう。今天呢，我们来学习中文的自由和才。自由と才は実際に意味があります。でも文の中で、強調するときに使われています。どんな強調かというと、その说法人話して話すの人、その一つの事情に対してその事情の発生が早い、時間が早いとか、スピードが早い、まだこのことが順調に進んでいるという状態を強調したいとき、自由を使います。その早い早い、まだ順調に進んでいるとき、自由に対して遅い、その事情の発生のが時間が遅ったり、スピードが遅かったりで順調ではない場合、才を使って強調する気持ちを表します。で、才を使うと大体その不満の気持ちを含まれています。例えば、責めるとか、文句を言うとき、じゃあ具体的に例を一緒に見ましょう。例えば、私の仕事でだいたい朝の9時から始まります。で、いつも8時半とか8時45分ぐらい、会社に行きます。で、早かったら8時に行きます。でも今日はたまに6時に行きました。6時、9時から始まるんですが、で、6時に着きました。で、相当早いですね。相当早かったんで、この速さを強調したいとき、私今日6時に来たよ、早いでしょ、こういう気持ちを表したいとき、ちゅうを使います。このくと、きったのことを早かったということを表したいとき、ちゅうを使います。9点開始上班、9時から仕事が始まります。で、我今天6点就来了。私は今日6時に来ました。早かったね。な、もう一つの例で、いつも9時からですね。私はね、今日はなんかあって、12時来たの。12時。遅刻ですね。遅刻です。来たのは遅かったですね。で、なんで遅いのは、それはすいません。で、10点開始上班、仕事が10時、9時からなんですが、小王で、王さんは今日12時に来た。12点才来。この来たのが遅いのを表したいので、才を使います。もう一つの例で、この仕事、这项工作、项は流し、この一点の仕事に関して、で、彼が3時間で仕終わります。終わっちゃいます。で、3時間がかかって、終わりました。で、就完成了。就がありますね。就があると、というのは、この完成したのスピードが速いですね。じゃ、速さを強調しています。じゃあ、それに対して私の場合、8時間もかかっちゃいました。完成したのは8時間もかかって、やっと終わりました。这个是我8个小时才做完。遅いですね。すみませんでした。はい。じゃあ、もう最後、もう一つの例で、你怎么才来呀？他们都已经出发了。なんで今の頃に来たの？彼らはもう出発してますよ。もう出発しましたよ。もう行っちゃいました。あなた来たのは遅かったので行けないよ。行けなくなっちゃいました。この来たのが遅いのを表したいとき、才を使いました。やっぱり不満とか